グリーンゴテスはサラダドレッシングである。マヨネーズ、サワークリーム、チャービル、チャイブ、アンチョビ、タラゴン、レモン汁、胡椒等から作る。名前はその色合いから付けられた。その起源に関して最も受け入れられている説は1923年にサンフランシスコのパレスホテルで料理長のフィリップ・ロガーが、ジョージ・アーリスとそのヒット作、 緑の女神に捧げたいと考えて開発し、映画と同様に人気となったというものである。アンチョビ、玉ねぎ、パセリ、タラゴン、マヨネーズ、タラゴンビネガー、チャイブから作るこのドレッシングは、ルイ13世のシェフが作ったグリーンソースを応用したものである。このソースは伝統的にうなぎ料理に使われる。1948年、ニューヨークタイムズマガジンでウスターソースを含む このドレッシングのレシピが公開された。レーターレシピスハーブインクルーデッドバリエーションズサッチアズ、ザーディションオブアボカドアーベージル。あとのレシピでは、バジルやアボカドを加えたものもある。1970年代初め、サラダ用ドレッシングメーカーのセブンシーズがこのドレッシングを、ピン入りで販売した。会社は、クラフトフーズに買収されたが、未だ限られた量しか生産されていない。 ありがとうございます。